ソフィー、ソフィー、愛するソフィー。よく来た、ちゃんこ。ちゃんこちゃんさん、お久しぶりでございます。ん？レッドフラッシュチャンネル、頑張ってるみたい、ちゃんこ。ありがとうございます。と言いたいところだけど、レッドフラッシュチャンネルにちゃんこは一言物申したいことがあるの、ちゃんこ。聞く？いやー、まあ確かにね、まあ、これも他作品なんですけど、まあ、仮面ライダーとかなんか変なことやってるんですけど、まあ、変なって言ったら失礼なんですけど、言い訳はいい、ちゃんこ。そういうことではなく、レッドフラッシュチャンネルというんだから、しっかりソフィー様の応援と紹介をしていくのが正しい、ちゃんこ。うん、なんかチャラスチャラスばっかり言ってるんですけど、ソフィー様新エタに入ったまっちゃんならわかる、ちゃんこが。ちゃんとソフィー様への愛はある、ちゃんこ。大丈夫ですよ、愛はありますよ、ちゃんと。ほら見てください、これ。ほら、最近買ったんですよ、こういうの。ソフィー様 T シャツ、ね、可愛いでしょ、これ。まあ、可愛い、ちゃんこね。今度着てみる、ちゃんこ。はい、今度着ます。はい、そういうのを買っておきながら、っていうか机の上にもソフィー様のクレーンゲームのグッズとかある、ちゃんこ。もっと紹介していく、ちゃんこ。カツを入れるためにお仕置き、ちゃんこ。というわけで、レッドフラッシュチャンネルはプリパラを紹介するときはちゃんとソフィー様のグッズをどんどんと紹介していくの、ちゃんこ。わかりました。ではレッドフラッシュチャンネル頑張ります。もうソフィー様はね、もうどんどん紹介して、もうソフィー様親衛隊である私マッちゃんがですね、ちゃんこちゃんさんの期待に沿うような動画、これからも頑張って撮っていきますんで。はい、ではソフィー様親衛隊333番、頑張るの、ちゃんこ。ありがとうございます。はい、というわけでございまして、ちゃんこちゃんさんに、ちょっとお叱り受けちゃいました。レッドフラッシュチャンネル、これからも、やっぱソフィー様なんて言っても大好きなんで、ソフィー様を中心にしたね、動画を頑張って撮れたらいいなと思います。はい、ちゃんこちゃんさんからのエールも受け取ったんで、はい、チャンネル登録、高評価、お願いします。ご視聴ありがとうございました。どうしよう。